こんにちは。はい、ラグビーオンラインチャンネルです。はい、ね、ラグビー用品をどんどん説明していくチャンネルでございます。よろしければ、はい、チャンネル登録お願いします。はい、というわけで今日もこちらございましょう、はい、こちらですね、フランス代表ですよね、はい、ルコック製フランス代表の24モデル、まあ2324モデルいいんだ、2324モデルのトレーニングシングルなんですよ、はい、シングルってトレーニングの時もないんですけど、これ普通か普通かじゃないかって話はあんまないですけど、トレーニングより、あのね、前で T シャツでやった時も言ったんだけど、すっごいんですよ、この生地が。うん。めっちゃ伸びです。伸びる。ですね。トレーニングより、これ気持ちだな、これ走ったなっていう薄さなんですよ。で、これが、私サイズ S ですね。海外の S を着ております。はい。入ってますか？入ってます。そうですね。で、赤い差し色がこっちだけ。はい。ないですね、うん、青で入ります、はい、これあの分かるんですよ、ぶっちゃけちゃうと、はい、今聞こえた向こうの皆さんの声が、え、分かった T シャツ同じじゃないみたいなですね、同じです同じじゃないよ、じゃあごめんね、出しちゃう、これが T シャツです、 T シャツですか、うん、これがシングレットです、これここがないだけじゃないか説ってのもあるんですよ、うん、これ取って縫ったらそういうことはやめましょう、はい、皆さんそういうことは違うんですから、布の分だけお安くなっているわけですから、ここがいくらかっていうのはみんなウェブ見てくださいいくらかはそのリアルな数字が出てますからね、はい、ね、はい、そうなんでしょ、だから全く同じとはいえ、とはいえですよ、とはいえ、はいはい、前も言ったじゃないですか、こういう菅平行けば、はい、これじゃないんですよ、そうですね、これじゃない、菅平行ったらもうみんな こっちなんですよ、こうやって今これはね下の T シャツ出てますけど、うんうん、こういうところ見せるわけですよ、うんうん、そのためにこれを買うといいですね、これはもうファッションうんとか問題じゃないです、はい、菅平に関しては制服みたいな、制服がある時は必ずこれを着ましょうみたいな、うん、もう流れなんですよね、うん、なんでまあまあこの時言ったかもしれないけど、今日夜じゃないよ、今日こちら東京地方ですね、はい、雪予報出てる雪予報出てなんか紹介するのシングレットっていうね、もう何の季節感もないっていう感じではあるんですけども、まあまあまあいいんですよ、菅平のね制服、実はですねもう始まってるんですよ、その争奪戦が、うん、ちょろちょろ打ち出してるんですよ、いろんな種類のシングルとね、はいはい、あるじゃないですか、うんうん、集めた方がいいですよ、集めたってソロ買っとかないと菅平で、まあ、デビューしたい子だよね、つまり、うん、おやっべえお前らシングルかっこいいって言うよね、怖い、今頃から抑えとかね、なくなっちゃいますから、うん、もう6月、5月6月だったらもうね欲しいものほぼないよ、みんな買ってっから、だから2、3、4ぐらいでやっぱ早い人買っとく、それを8月でデビューだよね、うん、そこの流れなんですね、うんうん、ですね、皆さん、どうでもいいですね、そんなことね、はい、まあシングレットですね、ほとんどの方はあんまり使わないかもしれませんけれども、はい、一般的には、まあトレーニングね、よく使うプレシーズンマッチ、あ、プレシーズンの練習とかに、うん、まあこれで走ったり、うん、これでトレーニングしたりというパターンで使われることが多いです、はい、で、さっきちなみにあのズーム会議、便利な世の中ですよね、はい、ちょっと南半球の人たちとミーティングしたんですよ、はいはい、まさかの一人シングルって来てましたね、え、あ、そっかそっか、あ、暑いやんみたいな、今日こっち雪だけどみたいな、お前シングルだったのよみたいな不思議ですね、そういう世の中なんですよ、うん、世の中の皆さん、うん、見ている良い子の皆さん、そういうこともあるんですよ、うん、今この瞬間にねシングルと来て、あちーって言ってる人もいる、世の中にいるということでございます、ちなみにですね、僕もですね明後日ぐらいからですね、ミャンマーの方にちょっと行ってますね、ミャンマー、はい、ミャンマー何があるのか分かりませんけども、ちょっといろいろあるんですよ、はい、はい、その模様をまたですねお届けしますけれども、多分これがこの動画が公開される頃にはもう公開されてると思いますけどね、うん、ミャンマーシリーズっていうのをアップしようと思ってるんでね、うん、はい、まだの方はもしよろしければミャンマーシリーズ見てみてください、はい、はい、というわけで今日ご紹介したのはこちらでございます、はい、フランス代表ですね、はい、2324モデルのトレーニングシングレットのご紹介でした、はい、私はサイズですよ、はい、よろしければ下の方見てみてください、はい、ではバイバイ、はい。